モデルプレスイコール2023-12-30年末恒例の音楽賞第65回輝く日本レコード大賞の最終選考会 TBSK17 時30分から22時が30日東京新国立劇場で開催され特別国際音楽賞を受賞したグローバルグループエンハイペンエンハイプンが出演した写真東方新規 エンハイペンが日本に豪華集結、エンハイペン、特別国際音楽賞、受賞デビューから3年で4作のミリオンセラーを生み出し、今年9月に K-POP ボーイグループの中でデビューから史上最速で初の東京ドーム公演を成功させたエンハイペン。会場には抜群スタイルが際立つオールホワイトのスーツで登場した。日本出身の 2KI、2期は、 まずこのような貴重な賞をくださったレコード大賞、そして僕たちのファンであるエンゲネ、エンジンの皆さん本当にありがとうございます、と感謝。今回の受賞はこれからの活動にあたってすごく大きな力になると思います。僕たちの努力だけでは叶えられないことなので、これからも僕たちのパフォーマンスで恩返しできるように頑張ります、と意気込みを語った。 また披露曲は発売初日に27万枚以上を売り上げた日本サードシングル、ユイユーより、バイトミー、ジャパニーズバージョン。楽曲タイトルの意味を聞かれたリーダーのジュンゴン、ジョンオンは日本語で、運命の相手である証として僕を噛んでほしい、という意味が込められています。まさにエンゲネの皆さんとエンハイペンは運命の相手だという思いも込めている曲です、と回答。続いて J、J、 も日本語で、今日という日を作ってくださったエンゲネの皆さんへの感謝を込めてパフォーマンスしたいと思います。と言い,い、そして BTS 先輩や SEVENTEEN 先輩のようにこれからもこの賞に恥じないアーティストとして、頑張ってエンゲネの皆さんの前でパフォーマンスしたいと思います。と過去に同じ賞を受賞した先輩の名前を挙げるとともに意気込みを語った。パフォーマンスではセクシーな雰囲気で会場を釘付けにし、一糸乱れぬダンスで魅了。 最後にはそれぞれ深くお辞儀し、ヒーズアング、ヒスン、ワキュートに手でハートを作っていた。第65回輝く、日本レコード大賞、同番組は17時30分から4時間半にわたり TBS にて生放送。司会は12年連続となる安住紳一郎アナウンサーと、今回が初めてとなる女優の川口春奈が務めた。 今年は、優秀作品賞を受賞した7人組ダンスボーカルグループ、B、ファースト、B ファースト、のほか、11人組グローバルボーイズグループ上腕、JO1、優秀作品賞と特別賞の W 受賞となった韓国の5人組グループ、New Jeans ーー、New Jeans、特別国際音楽賞、異例の世界的ヒットとなった、アイドル、で作曲賞を受賞した音楽ユニット、 夜遊びなど個性豊かな受賞者がステージに勢ぞろい。一夜限りの夢の舞台を届ける。モデルプレス編集部、ノットスポンサード記事。